J. グリーンバーグは、コネチカット州、ニューヘイブンで生まれたアメリカ合衆国の作曲家。また、10歳にして、ジュリアード音楽院に入学した新動。2004年11月28日に放送された CBS ニュースの6ミニッツで、ジュリアード音楽院の講師であるサミュエル・ジーマンの協力によってグリーンバーグが12歳の時、再度2006年11月に、 アメリカのメディアの注目を集めた。60ミニッツで、ジーマンは、作曲に関して言えば、モーツァルト、メンデルスゾーン、サンサーンスのような歴史上で最も偉大な振動と、彼が近いレベルであるということを、私たちは話していますと語った。グリーンバーグの初の作曲講師は、サミュエル・アドラーだった。グリーンバーグは、楽譜作成ソフトウェアを用いて、コンピューターで、 主に作曲し、PRI、SFROM THE TOP で特集された、アメリカ同時多発テロ事件についての作品である、9.11、序曲でよく知られている。アメリカ同時多発テロ事件が発生したとき、彼は、マケドニア共和国に在住していたが、その後、アメリカ合衆国に帰国した。イエール大学で、スラブ語の教授を務めている、父親のロバート・グリーンバーグも、 イスラエルで生まれた母親も音楽との接点はなかったが、グリーンバーグは幼い頃から自身が音楽に魅力を感じていることに気がついていた。そして2歳でチェロの演奏を始める。グリーンバーグは多くの作曲家と同じように頭の中で描いた音楽やしばしば複数の作品を同時に聴くことができると言った。そして彼は自分が聴いたものを記録することができ、 記録したものはほとんど訂正する必要がないと語る。レコードレーベルであるソニー BMG マスターワークスは2006年8月15日に彼の最初の CD を発売した。これには、ホセセレブリエールの指揮の下ロンドン交響楽団が演奏した交響曲第5番や、ジュリアード弦楽四重奏団とチェリストのデレット、アドキンズが演奏した弦楽五重奏曲が含まれる。 2007年10月28日、ジョシュア・ベルは、グリーンバーグのバイオリン競争曲の初公演を、カーネギー・ホールで行い、セントルックス還元楽団と共演した。2011年の現代クラシックアルバムのトロイカは、ウラジー・ミル・ナボコフが作詞、J. グリーンバーグが作曲した、アイスキル・キープ・ミュートを含んでいる。グリーンバーグの作品は、ニューヨークに拠点を構えるアメリカのクラシック音楽。 出版社である G. シャーマーインクから出版されている J. グリーンバーグが作曲した作品ありがとうございます。